金を出しな、全部だ。デブ、時間稼ぎやめな、急げ。急ぐんだよ。いつまでも待たせるんじゃねえ、急げ。急げ。下手な真似しやがるとドタバぶっ放してやるからな。てめえ何見てんだ。さっさとやれ。もたつくんじゃねえ。どうしたい。早く入れろ、全部だ。やってんのか、こら。ちょっと失礼します。そんなものはしまった方が利口だな。てめえどこのケツの穴だ、一体。お客様の前だ、そういう品のない言葉は慎んでいただきたいね。なんだ。警告しておくが、やめないと叩きのめす。やってみるってんだ。動いてみろ、命がいくさっても足りないぞ。まったく情けないわよね。私を満足させてくれる男がいないんだから。持ってせいぜい1時間足りないわよ、そんなんじゃ。近頃の男は超課金も払わなきゃ生かしてもくれないんだよ。便秘に乗ってない男なんて興味ないわ。ねえ、私はもう独身も同じなんだよ。亭主は死刑囚だもん。私たちお父様のお許しが出たから今夜初めて出かけてきたの。私大勢のが好き。私の前世はジャンヌダルクだ。私はピーチ、本当に生かす男はみんな寄ってくる。エア、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 イ、イ、イ、イ。私ビデオに出たいと思ってるの。欲を言えばもちろん主演したいんだけど、そしてゆくゆくはポップシンガー、ロックでもいいのよ。自分で曲を書いてプロデュースしてね。女優もやってみたいわ。だってみんな才能があるって言うんだもの。自然なんだってやることが。それから自分のこと本に書いて自分で演出するの。もちろんプロデュースも自分でしなくちゃね。ねえ、隣に座ってもいいでしょう。一晩中お二人を見てたの。今晩めちゃめちゃにしてあげるわ。二人まとめて。殿下には私ではご不満ですの？そうではないが、もし私たちが結婚するとしたら、もっとお互いのことをよく知るべきだろう。私は生まれてこの方、殿下に尽くすように仕込まれました。それは知っているが、君のことをもっとよく知りたい。君は何が好きなのだ。殿下のお好きなことが。どんな音楽が好きだね。殿下のお好きな音楽なら何でも。私の好みなどどうでもいい。君が私の好みに合わせるようしつけられたことも知っているが、私は君の好みが知りたいんだ。好きな食べ物はある？はい。そうか、どんな食べ物が好きだ。殿下のお好きなものはすべて。ダメだこりゃ。今日からは私に従わないように命令する。いけません。それでは君は、私が言えば何でもするんだな。さようでございます。本当にやるんだな。何でもいたします。犬のように吠えてみろ。もっと大きいの。わわわわわわ。片足で跳ねろ。今度はオランウータンだ。おお、どうやら仲良くやってるようじゃの。しばらく外してくれないか。いい娘だろう。心配に及ばんのだ。父上。私の結婚ですが、
陛下、お客が待っておりますが。待たせておけばよいのだ。今お話し中でしょう。おいで、少し散歩しよう。服を着るのも新しい経験なんだろうな。あなたゲームの様子わかる？アキム。わかりますよ。ゲームの動きはちゃんとフォローしてます。国じゃどんなスポーツやる？猿でも追うか？周期をやってます。こちらでサッカーってやつを。あれか、なるほど。あれは可愛いスポーツだよな。頭でボールを弾いたりするあれだろ。だけど俺は手をつかまないスポーツってのは嫌いなんだよ。イエーイ。なんだよ、ハーフタイムだぜ。僕はこれも好きなんですよ。でもちょっと失礼します。ごめんなさい、すぐに戻りますからね。ああ、大変だ。なんという幸運だ、あなたですね。私はもうとても信じられません。ああ、ご機嫌も麗しく。殿下、頼むよ。もうお辞儀はやめてくれ。私はザムンダの忠節なる国民です。それはいいが、飲み物がこぼれるぞ。今日は私の生涯の最良の日です。僕も君に会えて嬉しかったよ。はい、じゃあ失礼。どうか、どうかお願いです。ご一緒に一枚だけ撮らせてください。この写真は死ぬまで我が家の家宝に、家宝にいたします。では、では一緒の思い出です。あれ誰なの？トイレで会った人たちですよ。いい加減にここの仕事を辞めたら？だって好きなんだもの。僕の彼女なんだから、もう働かなくてもいいんだよ。君の面倒は見る。欲しいものは何でも。今何が欲しい？何にも。それじゃあせめて取ってきてあげようか、コーヒーでも。すぐ戻ってくる。オッケー。キム、バスケット面白かった？ええ、おかげさまで。ダリルのこと怒らないでね。不愉快な言い方する癖があるの。癖じゃしょうがないですね。とことん君の言うことを聞く女が来るというのに、つまらん主張を持った女がいいっていうのか。真に妻を愛するなら、妻の意見を尊重するのが当然だろう。おかしい話だ。君はザムンダの王位継承者だ。君の妃たるもの、顔が綺麗で下半身が丈夫でメロンみたいな胸をしてればいいんじゃないのか。お前は綺麗なバカとベッドを共にし未来を託すのか。権力を握る男というものはいつもそうだ。伝統的にね。しきたりは時代とともに変わるもんさ。伝統的に違うか？